い、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ちょっと早いですが、12月19日大人クラブの時間でございます。はい、チーズ。今日ですね、私もともと睡眠時間が短いんですが、今日は相当に歩きまして、やっとね、ストーブを買ってゆっくりお風呂に浸かりまして、で、自分のギターを弾いていたら自分で眠くなってしまいました。はい、すいません、夜なんでタバコを失礼します。僕のギターって眠くなるってよく言われるんですよね。実際自分で弾いてても眠くなるんですよ。なので、今日はね、結構歩いたんですよね。なのでちょっと早めですが、大人クラブ、夜なのでタバコ失礼します。今日ね、いつもこう鉄アレを持って5キロの100回やってるという話をしたんですが、こうに変えたんですね。はい、非常に良くなりました。肩の痛みもなくなりましたし、で、今日また新たに、小山台のね、喫煙所があるんですけど、そこでタバコ吸っていましたら、そのトレーニングのね、専門の方にお会いしまして、3日に1回は筋肉を休める日を作らないといけないそうです。はい、毎日筋トレしていたんでは筋肉が休まらないので、筋肉が成長しないそうです。はい、私はですね、くる日もくる日もクッククッククッククってやってたんですが、いかんと、体を痛めるということで、もうこんなね、鉄アレをこうやってやるのと持ってのほかだと。で、今日はですね、だいぶ肩の痛みがなくなりました。やっぱり無理なんですね、鉄アレね、5キロこうある。こことかもすっごく痛かったんですが、だいぶ良くなりました。はい、その代わりね、こう胸を張ってね、鉄アレをこういう風に、あとこうですね、5キロのもので鍛えてます。はい、ある意味ギターとか音楽は体力です。何かの仕事にありつこうと思ったら、まず荷物が運べないとダメです。はい、これはもうそういうもんです。まずは荷物運びからです。いきなりそんな大手舞台にですね、ポーンと飛び出すなんていうのはほぼ不可能なので、多くの、音楽家はね、アシスタントであったりとか、ローディーとか呼ばれるね、裏方さんを経験します。これはもうね、過酷です。はい、そんなピコピコやってね、イエーイっていうのはもう稀なケースな、レアケースな。大体は下積みをやってですね、そこからだんだんと少しずつ人脈を広げていって、ご挨拶をし、私ギタリストの竹下敦ですっていうのを繰り返してですね、で、ああ、やっと、あ、こいつはある程度弾けるんだなみたいに思われて、徐々に次のステップに行くんであって、絶対に偉そうにしちゃダメです。はい、荷物運ばせていただきますね。自分の師匠の重いハードケースを私が持たせていただきます。はい、これ何が生きるかっていうと、将来ですね、自分がハードケースを運ぶときに、現場に着くまでにね、持ってて疲れちゃしょうがないんですよ。弾くのが、弾いてなんぼなんでね。なので運ばせていただくのはもう練習です。ハードケースとセミハードケースとソフトケースとあるんですが、ハードケースをおすすめします。なぜならギターが壊れにくいからです。背中に小タイプでもいいんですが、非常に気をつけていただきたいのは、振り向いてね、ギターのネックで人様に、バーンって怪我をさせちゃうとかね、そういうこと絶対あってはならないので、必ず、ギターを下ろすときは周りに人がいないか、
そういうことを気にしながらね、人にギターが当たらないように気をつけながら、もうギター持ってるだけで半分迷惑かけてるわけですからね。本当はもう電車賃もう1人分払わなきゃいけないぐらいですね、ギターさんも一緒なんで。なので、最新の注意を払いましょう。人様に迷惑をかけてはいけません。そしてですね、ギターを持ちながらポケットに手を突っ込んで歩くのはこれよろしくありません。はい、そうであれば手袋しましょう。はい、ギターを背負ったままね、ポケットに手を入れて歩いてて、もしつんのめったら顔面からいきますよ。手はきちっと振ってピッピッピッと歩く。どこで誰が見てるかわからないですから、はい、歩く姿からきちっとしていないと、きちっとしたギターは弾けません。はい、みんないいギタリストっていうのはね、きちっとしてるでしょう。はい、歩き方から美しい。外見なんですよ。全部外見なんです。ギターどれぐらい弾けるかって音聞かなくても、振って構えた瞬間にとか、ポッて持った瞬間に、あ、この人どれぐらい弾けるなっていうのが分かるもんですって。なので、大体私たちはあんまり左手は見ないんですね。ほとんど右手をどう使うか、こう弦の扱いとかね、そういうので、その人がどれぐらいギターが弾けるかっていうことを判断してます。あとはもうその左手ばかり気にする方は多いんですけど、左手はね、あまり気にしなくていいです。やってればそのうちうまくなります。でも右手は努力しないと、好きなギタリストの弾き方を真似することです。まずはで、なるべく固定しない、フリーで柔らかい音を出したりね、ちょっと硬い音を出したり、脇にあくまで挟んでブリッジに固定してしまった時点で同じ音しか出ないですから、そうではなく脇で挟んで弦のね、いろんなところを弾けるようにでないと、例えばピックでアルペジオとかね、不可能なんで、そういうふうにしなやかに右手が動けるようにな、脇のね、脇にギターを挟む、これがとても、ね、重要なことです。こういうね、こういうストラップかけてる場合でも同じです。ストラップに頼ってしまうと首のここが疲れてしまうので、あくまでストラップがなくても立って弾けるぐらいのね、感覚で、ストラップはあくまで落ち防止みたいな感じですね。それはですね、どうやって練習したらいいかっていうと、ストラップを使わずに立って弾く練習をすると、自然と弾き方が分かってきます。脇でこうグッとボディを締めてね、そうすると右手もどう使えばいいか分かります。左手もそこまで力がいらなくなります。はい、そういう練習方法ね、自分なりの練習方法というのを身につけていくと良いと思います。首からブラーンとぶら下げてチューブラリンな状態でギターを弾くって、これは違います。あくまでストラップは保険だというふうに考えてください。ストラップを使わずにね、立って弾く、ちょっと今ここではやりませんが、そういう練習をされるとよろしいかと思います。12月19日大人クラブでした。今日はちょっと疲れたので早めに寝させていただきたいと思います。昨日のですね、ワールドカップ決勝で、すっかりと応援疲れをしてですね明日は朝早くからですね、ちょっといろいろやることがあるので、お先に早めに寝させていただきます。それでは皆さん、おやすみなさい。スタジオリバーサイドをお届けしました。大人クラブでした。それでは、See you soon. See you next time ですね。それではまた。